はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。今日もね、グラン対戦の、実況動画やっていきたいと思うんですが、ちょっと今回はね、単なる全開だけじゃなくて、クイヒーっていう戦術にスポットを当てて、ちょっと話をしていきたいなというふうに思います。でね、クイヒーって、まあ皆さんご存知ですよね。そのアーチャークイーンにヒーラーをつけて、で、ガンガンアーチャークイーンに施設を壊させていくという戦術なんですけども、これ、何がいいかっていうところからちょっと、まあ今回初心者用というかね、いう解説にしていきたいので話をしていくと、本来、施設を壊すのって、ユニットの体力をどうしても使うじゃないですか。例えば、ゴレにウィザードをつけた場合って、今回ね、りょうたろうさんが、攻めた動画なんですけども、例えばこの区画、ここら辺の施設を壊そうと思ったら、結構ゴーレムがいろんなとこからダメージを受けちゃって、施設をこの辺壊す頃には、結構体力なくなっちゃって、まあ、ユニットコスト30ぐらいがもうそれすっ飛んじゃいますよね。でも、クイヒーっていうのは、使ったコストが減らないんですよ。だって、ヒーラーが、死ななければ、別に、アーチャークイーンをどんどんヒーラーが回復させてるだけですから、施設を壊すのに、ユニットのコストだったり、体力の減少を伴いませんよね。それが最大のメリットです。で、さらにね、クイーンって、全ユニット中最強の攻撃力持ってるんで、防衛援軍、これ相手の防衛の要ですけど、これとまともに勝ち合っても、後ろにヒーラーがちゃんとついてれば、勝ってちゃうんですよ。なので、厄介な防衛援軍の処理が、一番私はこれ簡単にできる、戦術だと思ってます。この2つ、コストが減らない、まあ無駄にならないっていうのかな。あと、防衛援軍をきっちり処理できる。これがね、クイヒーのメリットです。だけども、当然天敵もいて、一つは対空砲。これにヒーラーが撃たれたら終わりですんで、ちゃんとこれをアーチャークイーンで処理できる。何しは、この対空砲の攻撃範囲にヒーラーが入らないように動かしていける。まあ、こういう配置を狙うべきですね。で、二つ目、シングルインフェルノタワー。これはね、いくらヒーラーの回復力が0時とかでね、底上げしたといえども、この攻撃力にはかないませんので、まともに勝ち合うと、アーチャークイーンがやられます。なので、この2つは天敵というふうに覚えておいてください。まあ、あとはね、黒風船って言われるホーミング爆弾なんかは、ヒーラーを一発で焼いちゃいますんで、まあ、そこはね、なるべく食らわないように、いろいろ気をつけると。で、ちょっとじゃあ実際の動画を見ていきたいんですけども、りょうたろうさん、ここから、クイヒー始めます。まずね、黒風船を1個こう出すんですよ。バルーンをね。これなんでかっていうと、さっき言った、ホーミング爆弾があった場合、このバルーンで回収しようっていう魂胆です。で、今ベビドラを出してますけど、これはアーチャークイーンを時計回りに回したいんで、反時計回りにね、回っちゃう要素、こういう施設をベビドラで壊してます。やっぱりね、このクイヒーのサイドカットにはベビドラってすごい便利です。ぜひね、使うことを前提ではないですけども、前向きに考えた方がいいと思います。で、アーチャークイーンは目論見通り時計回りに回って、対空砲、これも自分で破壊しちゃいますよね。こうやって対空砲を破壊して、ヒーラーがやられる要素っていうのを削りながら前に進んでいきます。でね、次、防衛援軍。これ、アーチャークイーン自分がこの範囲にもう乗り込んじゃってますよね。で、まともに貸し合ってますけども、本当に他の防衛施設からアーチャークイーンがダメージを受けてないので、もうポイズンを打てば、基本、アーチャークイーンが負けることはありません。で、シングルのインフェルノタワーにも、さっき、突破兵器をぶつけて、中から出てきたジャイアントが、そのターゲットを取ってる間に、クイーンがこういう風にね、シングル IT を破壊すると。で、もうここまで来たら、ボーラー部隊、まあ、これがこの戦術のどうやら主力みたいですね。これと、クイーンを、クイヒーかなを、が合流させて、で、ヒーラーをもうボーラー部隊に移しちゃってますね。ここでもうクイーヒーの、役割というのはお役御免ですね。まあ、もちろんクイーンはこれからもいっぱい仕事をするんですけど、クイヒーとしての仕事は終わり。なので、今の、防衛援軍の処理までをね、きっちりクイヒーでこなしているというところが、この動画のぜひ参考にしてもらいたいところです。主にね、
クイヒーを使うとき、この動画で参考になる部分は4つ。ちょっとね、もうこれ別に前回を撮ってるんですけども、まあ、そこというよりはヒーラーとね、クイーンの動きに特化してみていきたいんで、もう一回戻しますね。4つのポイント、今からもう一回振り返ります。一つは、アチャクイを出した後の、別に先でもいいんですけど、この黒バルーン。これできっちりホーミングを回収する。ここでホーミングがいっぱいあって、ヒーラーが一気にやられちゃったら、ものすごいもうこの戦術一気にこけちゃいますんで、これはね、初見で攻める場合には必ずやった方がいいと思います。ユニットコスト5を使いますけど、このリスクヘッジは絶対必要。で、二つ目、対空砲の処理ですね。これをきっちり処理すること。で、三つ目、今ビビドラでやりましたけど、クイーンがね、変な方向行かないようにサイドカットすること。で、これが三つ目ですね。で、最後の四つ目が、援軍処理です。ちょっとね、さっきベビドラと耐久砲の話は逆だったかもしれないですけど、まあこの4つ、バルーンでのホービング爆弾の確認、で、耐空砲の処理、で、反対方向に回らないようにベビドラでサイドカット、そして、防衛援軍を釣り出して、アシャクイ、まあ、クイヒーで処理すると。やっぱりね、この4つが、きっちり、クイヒーの序盤できるかどうかっていうのは、このクイヒーという戦術のね、成功を、成否を分ける大きなポイントなんで、ぜひね、覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、そこが終わって、こういう風に、まあ、ユニットと合流してしまったらね、あとはもう、適宜呪文をガン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 打っていくだけなんで、やっぱりね、クラクラって思いますけど、序盤大事ですよね。しっかり、その全開を取るために必要な形を作る。で特にその中でクイヒーを使って序盤を展開していく場合には今言ったような4つのポイントというのに必ずと言っていいほどね、気をつけていかなきゃいけないんでぜひぜひね、こういう、クイヒーの動かし方と、それのサポートっていうのを、参考にしてもらえたらなというふうに思います。ちなみに今回、この攻撃多分ヒーラーを5体つけてるんじゃないかな。で、まあ、一応目安なんですけども、タウンホール9だったら、ヒーラーは4体かなぐらいがいいと思います。ただね、タウンホール10になってくると、私は5体使いますね。当然防衛説の配置を見ながら、どこを食い火で歩かせるかって、まあ、上級者は考えるんですけど、ちょっとまたそれは別の機会に解説します。基本はね、タウンホール9なら4体。で、10以上は5体っていう風に、基本は考えておくと、まあ、大きく外れることはないかなと思います。はい。ということで、今日はクイヒーのね、基本的な、序盤の使い方というのを説明しました。これ本当にね、奥が深い戦術で、今、対空砲を簡単に壊せる配置を紹介しましたけど、壊せない場合っていうのが、まあ、実際はほとんどだと思います。なんでね、まあ、どういう場合は壊せて、どういう場合は壊せないのか、あと壊せない場合っていうのは実はね、クイヒーできないというふうに諦める必要は全然なくてやれる方法がありますので、それもね、今後の動画でまた解説していきたいなというふうに思います。ということで、今夜はこの辺りで失礼しますが、そんなような動画これからもどんどん上げていきますので、よろしければぜひぜひこれからも、ご視聴よろしくお願いします。では、本日は失礼いたします。バイバイ。